場所的に一回逃げないと無理ですね。一回逃げさせてください。スタンバイできました。高め移動してよろしいでしょうか。
Thank you.
Thank you.
ここで飲水タイムです。
Thank you.
ただいま福井ユナイテッドフットボールクラブのキックオフで後半戦が始まりました。ただいまの得点は後半1分、ラインメール青森、背番号33番、新藤誠二選手の得点でした。
選手の交代をお知らせします。ライオンメール青森背番号18番井上智也選手に代わりまして背番号6番西室隆輝選手が入ります。背番号26番浜田幸男選手に代わりまして背番号16番和田隆輝選手が入ります。ここで入水タイムです。
本日の来場者数は344名です。ご来場誠にありがとうございました。選手の交代をお知らせします。福井ユナイテッドフットボールクラブ背番号20番安川雅人選手に代わりまして、背番号24番宮地雄次郎選手が入ります。Thank you.
ただいま、第2レール青森のキックオフで延長戦が始まりました。選手の交代をお知らせします。第2レール青森、背番号29番、水野隼人選手に代わりまして、
背番号17番広瀬智之選手が入ります。背番号28番福岡拓郎選手に代わりまして、背番号9番堀健太選手が入ります。Thank you.
選手の交代をお知らせします。福井ユナイテッドブックボールクラブ背番号39番金村健志郎選手に代わりまして背番号14番石塚浩司選手が入ります。
選手の交代をお知らせします。ライオンエール青森背番号7番太田光介選手に代わりまして背番号5番西山泰馬選手が入ります。福井ユナイテッドフットボールクラブ背番号5番橋本雅人選手に代わりまして背番号2番恩田拓実選手が入ります。
手の交代をお知らせします。ライオンメール青森背番号33番新藤誠二選手に代わりまして背番号27番新田雄平選手が入ります。ただいま福井ユナイテッドフットボールクラブのピックオフで延長後半が始まりました。得点は延長後半10分福井ユナイテッドフットボールクラブ背番号14番石塚浩司選手の得点でした。
ご覧のように、2001で福井ユナイテッド陸上クラブが勝利しました。両チームに盛大な拍手をお送りください。